今回のラブ北海道は函館にやってきました。函館久しぶりですね。よかったですね、さあここはですね函館山なんだけれども、函館山といえば夜景なんだけど、ほら昼もいいですね。いやそうですね、 あんまりお昼に来ることは私なかったんですけども、いいですね。綺麗でしょ。綺麗、ね、また違った顔なんだけれども、はい、今回はですね、なんと函館のパワースポット巡りをしたいと思います。パワースポットですか。好きですか。好きなんですけど、なんかこうパワースポット巡りっていう形ではやったことないので楽しみですね。ポツンポツンは言ってるんだけど、そうそうそう、巡りっていうのはあまりしたことない。やったことない。贅沢ですね、うん、実はですねここ函館山もパワースポットなんです、うん、そうなんですね。そっか。パワースポットとは心身を癒したり元気づけたりする力に満ちているとされる場所のこと。旅行先やドライブの目的地としても人気があります。函館山は昼間の雄大なパノラマはもちろん、日没後の夜景もテンションが上がって元気がもらえる場所ですよね。自然豊かな函館山で爽やかな空気をたっぷり楽しんだら もらった、うん、パワーもらってる。もらってる感じします。まだまだですよ。まだまだ？まだ序の口ですよ、ここは、はい、これからもね、たくさんのパワースポットがあります。お、そうですね、今日は巡りますからね。その通りです。じゃあ行こう。行きましょう。行こう。今回のラブ北海道は函館エリアのパワースポット巡り。由緒正しいご利益が大盛りのうどんはいかが。あの定番観光スポットでもパワーがもらえるんです。森の中にある不思議な空間もご紹介。そしてお待ちかねの函館グルメ情報も。